はい、木の店三目です。これは杉の座卓ですね。長年ね、使ってたみたいなんですけれども、ご依頼の方の、お父さんが作ってもらったようなんですけれども、和室にね、似合うような座卓なんですけど、この座卓を、リメイク、する方向でね、今来てまして、どういう風な感じにするのかというと、足を外して塗装を剥いでオイルで仕上げると。そして足の方は、アイアンの足で、ダイニングテーブルに、するような感じで、そういうねお話をいただいたので、その方向でこれから作業していくんですけど、サイズ的には長さが1300あります。そしてだいたい幅の方が470-480ぐらいのところから、だいたいこの辺で真ん中のあたりで、60センチぐらいですね、600ぐらいで、で厚みが、9センチで、結構ね厚いね、天板になってるんですけどね。ダイニングテーブルでね、リメイクするときにちょっとね厚すぎないかと、もう少しね薄くしたい、そういうのできるのかっていう話だったんですけど、今9センチあるので、もうちょっとやりようで半分くらいで割って、単純計算でいけばね 4.5 と 4.5 っていうね、板をね2枚っていう、計算上はそうなるんですけど、製材のノコの分ね、そういうふうに簡単にはいかないので、そうですね、このメインのところを少し厚めに取って、この残りの部分を少しね、薄めに取る感じで、でこの取った分、こっちをメインね、上の部分を、メインでその予定通りのダイニングテーブルにするとして、ここの下のところが、いい感じで残ればね、またそれを再利用することもできるのでっていうお話をしたらね、2枚に分かれるならば、そうしたいというふうな感じなので、この板を製材でねちょっと2枚に、引き割って、天板2つでね、利用できればいいかなと思います。それができそうだなっていうのが、こう 目がある程度積んでるのと、芯さりでだいぶね芯から離れてるので、引いてもね、引いた残りの部分でそんなに大きく、動く感じがないのかなと思ってて、でこの9センチの中で今、なんとなくのイメージだけど、上の分でだいたいどれぐらいでしょうね、今一寸8分ぐらいでも54mm、55mm ぐらいの板を取って、そうするとこっちの方がだいたい35mm ぐらい残るのかな、 30mm ぐらいで残ればね、っていう風な感じで、ちょっと薄くなるけども55mm とだいたい35mm の計算だけど、30mm くらいになるのかなっていうところでね、ベンチとかスツールをね、作ってみようかなとか、だいたいその辺の材料がここのね部分からもしかしたら取れるかなっていうところですね。はい、今はね、ちょっとこの台面を見てるんで、ここをね、メインでっていう感じも考えてるんですけど、もしかしたらちょっと逆もありかなと思うんですけど、ちょっとね裏の木裏の方がね、節とか、状況がねどんな感じになってるのかで、またね、この製材するね、割合がちょっと決まってね変わってくるかなっていうところもあるんですけど、はい、何せ今話の中でですね、そういう風なところで、この天板をあの座卓を、ダイニングテーブルにリメイクすると、そういう風な感じに、これからやっていきたいと思います。今ねちょっとこう裏返しにしてみたんですけど、そうですね、結構ねここの目割れが結構かなり塗料をこう流し込んでガチッとね固めて、この目割れの部分はねだいぶもうこうパテ埋めみたいな状況になってるんですけど、そうですね、こっちのやっぱ木裏の方はねかなりそうですね、状況としてはちょっとメインの板が、ね、取れるっていう感じじゃないから、こっちを少しね薄めにして、場合によっては、そうですね、こっちのこの辺のところから半分を、またベンチとかねそういうのを利用するような感じになるかですね。はい、
ぱりこう最初の台面の方のね、表面の方をメインで使うような感じになりそうですね。はい、塗装の方を剥がすんですけど、すごくね、ここから分かりますかね、ものすごい、もうこの何でしょう、5ミリくらいすごく厚い、もう何回もね、何回も塗ってこう厚くね、塗っていったのか、そうですね、この厚い感じがね、はい、その分やっぱりこう当時これを作った方がね、やっぱ杉って柔らかいので、その柔らかいね杉を保護するために、この塗装をね、塗膜をもうできる限り厚くして、それでね材のね保護を、その目的がね、結構こうこの作りからね、あ、そういう風な感じでね、やっぱり柔らかい木なのでね、塗装塗膜をね厚くして、そして材料のへこみとかをね、杉をこうそういうのから、守るというので、こういう塗装になったのかなと思います。本当にすごく熱いですね。そうですね、まあでこれをあとは剥がす感じなんですけど、プレーナーでちょっとねすごいこの塗料がね、硬すぎてちょっと刃をね痛めるんじゃないかっていうちょっとこう不安もあるんですけど、まあ、そうでなければもう製材所でね、もう一回こう舐めてもらって、新しいね面を出すっていう方法もあるんですけど、削って、そしてそこからね、あとまあ耳を仕上げたりとか、サンディングをして、そして最終的にはねオイルで仕上げるというそういう予定になってるんですけど、今ね足の方を取り除いたら、まあ、こういう風な感じで、このまま、ズドンとね足の部分がこう入り込んで、でそしてここの部分釘でねちょっと止められてる感じの、作りになってましたね。はい、なので足はね比較的簡単にここにあるねこのゴムハンマーで叩いてね、取ることができました。昔の座卓によくあるはめ込み式の足かなと思ったんですけど、そうじゃなくて普通に、このまま、あとはそのままやっぱ塗料でねある程度、固めてる感じの、固定の仕方でしたね。それでもね本当にこうずっと長年ねこう使うに耐えるぐらいのね強度があったのかなと思いますね。しっかりと取り付いてたので、はい、そんな感じです。
すごいね、木目がくっきりね出てきて、いい感じになりましたね。あ、いい感じになってきたね。うん。欅のそうですね、こういうふうにちょっとね細かいね、マサの細かいところと、まあこれもそうですね、赤身のね、あれちょっと似たようなところを2つ選んで、この足の、地面にね接地する部分をねちょっと作ってみましたね。そんなね目立つ部分じゃないんですけど、まあ、そういうところこそね、ちょっとねこうそういうのをねこうなんかこう変わったものというか、使ってみたいなっていうような感じですよね。まあやっぱりねどうしてもこうね、必ず目に入るような部分でもないし、こういうところにねこう気づいてくれる人がいたらいいなっていうぐらいのところなんですけど、本当にまあちょっとしたところで、一枚の板からですね、まあメインの天板と、そして引き割ったね薄くした板から、ベンチの天板、そしてあとその、まあ、片割れの、板からですねスツールの天板が2つと、そして、まあ、これが、また、用途を、ね、これから決められるちょっと小ぶりなね、まあ、端材の板もね仕上げて、まあ、こういう風な感じであの1枚からですね、これぐらいのね、ものがまあできました。厚みが、まあ、3寸、9センチの、板を薄く引き割るのにこう不安もあったんですけど、なんとかね反りもね結構あって、まあ、その厚みの分もね薄くなって、さらに、この引き割って、天板とベンチのね、もう1枚の板っていう感じで、まあ、単純に9センチの板を半分にするということじゃなくて、まあ、メインの、テーブルの方を少し厚めに、取るような感じで、あとそれの残りっていうので、まずはもうメインの天板が必ずね取れるっていうところをまず最低目標にしてね、そこから、まあ、製材で引き割るというところがね始まりました。まあ、最終的にテーブルで仕上がったのがこの天板の厚みで、厚みが45ミリで仕上がりました。ベンチの天板とかですね、この引き残った部分の、天板の厚みが25ミリですね。25ミリ8分ねあればなんとか、120センチくらいの、ベンチとかだったらまあ問題なくね、今まで作って、使ってもらってたので、これくらいの厚みでもねまあいいのかなっていうところで、まああとはまあ、天板もね、ある程度45ミリで、まあ、その付属品はもうちょっとね薄くなるような感じで、ね作った方がっていうのもあったので、まあ、薄くなってこんな感じで、作れました。それぞれに、アイアンの足を、つけてですね、こういうふうな感じで仕上げて、まあ天板の方はね全てオイル塗装で、オスモカラーのまあ、カウンタートップオイルをね、塗って仕上げました。最後の最後にですねちょっと背がね高くはなっちゃうんだけどちょっと寂しいなとなんとなく思って、ちょっと試しにですね、この足元にこれは欅なんですけど、まあ、うちの方にあった材料で、欅の、材料をね、ちょっとこう加工してこういう地面に、ね、接する部分こういう風な感じで、これもボルト止め、でつけました。まあ、元々この
テーブルの足の下にこのアジャストのね、アジャスターがついてたので、そのアジャスターのボルトのネジをね利用して、これを取り付けることができたので、まあ、こういうふうな感じでね、ちょっと変わった感じにはできたかなと思います。はい、まあ、やってみてですね、まあ、あの厚い板をこう薄く2枚に引いてね、天板を2枚作るっていうのが、まあ、あの結構ね難しいあの作業で、まあ、失敗もね、ある程度想定しながら、あのまずはねメインの方を間違いなく取るっていうところでね、あと残りが取れたらまずよしとしようっていう的な感じで、あの2枚にね引き割るっていう風な感じで考えた方がいいのかなっていう風に思います。9センチよりは12センチとか15センチくらいね厚みがあった方がいいのかなと思いますし、うん、あとは相当乾燥してないと、引き割った時にまた新しい材面が出てくるんで、まずそこがね、乾燥で動く可能性もあるんでね、まあ、そういったところも、一応予期しながら、あの引いた後にね、大きく動かないか、その辺も、ちょっと様子見ながらね、そういう風にねやってたらいいかなというふうに思いましたね。まあ、今回はすごくね目積みが良くて緻密な杉の板で、テーブルになってからもかなりの年数経ってたようだったので、赤みもすごくね多くて、本当に白田がたったこれだけのそういうね、板だったので、はい、まあなんとかね、2枚にね、無事引き割って、こういうふうにテーブルとベンチとね、仕上げる、ことがねできました。いい感じでできたと思います。ご視聴ありがとうございます。